ありがとう、ありがとう、ありがとう。どうもプードルのエイキチとメラちゃんです。お願いしまーす、ね、頑張っていきましょう。何してんねんおい。よし、ちょっとあのケーキ漬けにちょっとモノマネします。ケーキ漬けにモノマネ、はい、おやっとこうな。あの滑らない話のナレーションの方と、うん、サザエさんに出てくるアナゴさんの声優さん一緒なので、うん、両方します。両方すんの。はい、まず滑らない話のナレーションの方。滑らない話の真髄を極めた男、ダウンタウン松本人志。まあまあまあね、うまいね。アナゴさんいきます。いや顔かいおい。どうも、ドーナツピーナッツのドーナツです。ピーナッツです。お願いします。お願いします。今日はね、もう、はい、パチンコ対決ということで。はい、パチンコ対決ですよ。気合い入れてね、このパチンコ対決やっていきたいと思います。パチンコや、おい。え、ほんと気合入っとるかお前。気入っとるよ。もっと気合見せろやお前。切れすぎやろお前。怖えな、危ねえ。先月に引き続き貴重なパチンコナンバーワングランプリ、略して KP1。 今回は初戦リーグ第3回戦の模様をお届けいたします。私、実況解説を務めさせていただきます、ジャンバル .tv ドレミです。よろしくお願いしま す。勝敗は定まにてつけさせていただきます。実戦の途中でコンビの絆が試されるタッグチャンスで大量出玉獲得のチャンスがありますので、皆様ご期待してお待ちいただければと思います。それぞれ意気込みの方を聞いていきたいんですけれども、はい、まずは、ドーナツピーナッツさんから。いや、どうピーナッツ。そうですね、今日のために本当に全部我慢してきたんで。何を我慢してきた。何を我慢してた。はい、今まで我慢してた。今まで本当にあのネタとか考えずにパチンコのことだけ考えてきたんで。あ、それだけ。、はい、この仕事決まってからね。この仕事決まってからですね、うんうんうん。そしてプードルのお二人。はい、お願いします。メラちゃんどうですか。いや、もう今日はあのドーナツピーナッツに勝って、はい、ドレミさんをゲットしたいと思います。そんなないね。そういうルールではない。ドレミさん取り合うとかじゃないの。そういうバトルじゃない。あ、すいません。お前だけ競技違うぞ。はい、やめてな、そんなの。頑張りますね。ちょっと僕は今日勝って本当に、はい、ドーナツピーナッツのコンビ名、あの、パチンコスロットに改名したいと思います。いやいや、捧げすぎやお前。確かに急に捧げすぎですね。急に捧げすぎですよ。メラちゃんがなんかあの、はい、パチンコ初めて打った時に、はい、なんかいい思い出があったみたいで。そうなんですよね、あの初めて打った時に打つきっかけが、はい、まあ、ちょっと借金がもうちょっと返せないなってなって。よくあるやつですね、はい、でその借金、借金何で作ったんだっけ。は、まあ、おやつの買い食いとか。いや絶対おやつの買い食い、中学生か。それがちょっと返せないってなって、はい、はい、行った、台で、はい、13万勝ちました。すごいビギナーズラック。すごいビギナーズラックね。それちょっとずっと来てたんですけど、はいはい、あの怖くて途中でやめました。いやいや、ピュアすぎるんですよ。そんなことありえないですよ。そうそう、大当たり中途中でやめてたってこと。誰かに譲っちゃったってことですか。いや、もう途中で立ってスッと立って帰りました。もったいな。怖いな、なんか僕もばあちゃんがパチプロやったんで。嘘つけやお前。そういうことです。パンチありますね、はい、ほんでタバコも心配になるぐらい吸うよなお前のばあちゃん。70歳で、はい、メビウスの8ミリを1日3箱。うわぁ、ヘビーすぎや。ヘビーすぎるでしょ。水分は全部芋焼酎で取ってた。僕1回だってお笑いライブ、はい、福岡、地元福岡なんですけど、はいはい、一回あのお笑いライブ福岡に、福岡であるけんばあちゃんおいでって言って、当日あの舞台前にあの着替えてたら、入り口の方で警備員さんがちょっと待ってください、やめてくださいっていう声聞こえてきて。あ、なんか嫌な予感。入り口の方パッて見たら、あのハイボール片手にベロベロに酔ったばあちゃんが入ろうとして止められましたから。お笑いライブ酒飲みながら来るやつおらんからね。パンチ力すごい。いや、なかなかいない。さあ、はい、今回、お二チームに打っていただくのが、はい、P 北斗の剣9刀身という題になります。はい、大当たり確率が 319.7 分の1、一種二種混合転落タイプです。
ダッシュの突入率が 59.4% 引き戻し込みだと 66% あります。ラッシュ中は 29.5 分の1を、転落抽選の前に引くという形なんですけども、そちらはあの右打ち始まってから説明したいと思います。はい、まずは図柄でバンと当ててください。バンと当てましょう。まずはね、わ、はい、かりました、うん、大注目の、今回寝台です。ほやほやの寝台になります。ほやほやのまだ私も触ってないくらいの。そうなんですね、ドレジさんもまだ打ってない。そう、羨ましい。で、今あのピーナッツさんの台で、はい、あの保留がドクドクしてるじゃないですか。ドクンドクンで、はい、ドクドクしてます。それが割れて、はい、何かに変わったりするとチャンスだったりします。なるほど。はい、お前絶対これ割れよ、お前。これは、うん、うん、これ割り方とかあるんですか。途中で割れたりするんですよね。割り待ち、割れる待ち、はい、割り待ちです。これが3が、カウントダウン0までいけば注目演出になります。なるほど、2まで来ましたよ。割るな割るな、ものすごいなんか、わあ、これ割れてほしいな。保留も溜まってますもんね、これ、はい、今僕保留、うん、割るな割るな。あー、なるほどね。エピソード、エピソード、エピソード、こちらエピソードリーチになるんですけども、これを突破すると真剣バトルというものに行きます。なるほど。今セリフ赤ですね、チャンスアップ出てます。おお、セリフ赤、はい、まや赤です。あと、ピーナッツ、とにかく赤くなったら、はんはん、お前あっちいからな。なるほど、ちょっと注目する、うん、してください。出てくる男は全員マッチョやわ。そりゃそうや、まあ、北斗の剣やからな。お、突破しましたね。いいよいいよ、突破した。ということで、ハイキック、真剣バトルに行きます。真剣バトル？真剣バトル。真剣バトルが注目演出というか、ここを、経由して当たるのが王道の当たり方なんですけども。いいよ真剣。おおお。はい。うわ。おお、なんや？何これ？おい。何が起きてるの？さあ、ここで敵に応じて。なんかボタンを押されてる、ね、敵によってね。はい。決まってくるんですけれども、大体平均 30% ぐらいなんですけれども、はい、そこでチャンスアップだったりとかいろいろ絡めば。なるほど。これがラオウ、はい、サウザー、シン、ジャギ、アミバの順番です。アミバやったら最高ですね。アミバだったら最高。あ、龍河もいますね。あ、龍河も。で、龍河は真ん中よりちょっといいぐらい。はいはい、なるほど。で、今、鎖が2つあるんですよね、こう上と下に、はい、それが割れたら、ちぎれたらチャンスアップです。ピーナッツ、鎖ちぎれよ、絶対。鎖ちぎり、これ今、うん、これがちぎれたら、あ、1個はちぎれない。うわ、これをちぎればいいか。これ今これがちぎれたら熱いってことですよね。チャンスですね。が何が起きてるんや。あー、ちぎれない。でもまだチャンスはあります。なるほど。こうボタンを押したときにどうなるか、ここを破いてくれたら。ここはどうだ。あー、ここはおー、でも今グラングラン画面がね、グラッとなったんですけど、これもう大チャンスです。あ、マジっすか。ボタン、ボタン、はい、それよ。あー、これはちょっと弱攻撃なんですけど、まだわからない。え、今ボタン押すタイミングとかあったんですか。ありました。あるか。あ、いや、でも全然ありえますよ。すいません。来るか。全然コン。あー、惜しい。あー、やられた。今の結構チャンスだったんですけれどもね。結構、ネラちゃん熱かったんですね。ネラには来ない。そう、ネラに来てくれ。頑張ってくれ、入れてくれ。ネラに来てくれ。なるほど、もう一回。はいはい。うわ、もう一回見たいな。こんな感じで、リーチになって真剣バトルに、はい、発展して当たるっていうのが、基本的な流れですね。メラちゃんの台、今レイが切り裂いて伝承と書いてあります。レイ、この上にもさらに激光、超激光、刀身とあるんですけど、そこに行ってくれれば。なるほど、はい、チャンスです。なるほど。今の時点だとまだちょっと。ああ、どうなんだ。ここ当てたな。プッシュ、めっちゃプッシュ。よし、ダメか。心配しいか、お前。未だかつてありましたよ。いや、プッシュプッシュって言うかいないです。なかったですね。あ、プッシュ覚えましたね。プッシュ覚えた。メラちゃんの鬼プッシュが。違う違う違う。メラの鬼プッシュ。そんなんじゃないって。いや、プッシュプッシュ。よいしょ。どこ見たお前。いや、もうプッシュ、もう左上見とったから。あ、ほんで止めろ、今止めろ、一回止めろ。はいはいはい、止めろ。もったいない、保留が。そうやろ、お前。覚えてますね。お前なんか、お前暴れすぎやろ、お前、言葉、お前。お前、弾がもったいねえよ、お前。北九州丸出しやんけ。北九州の柄悪いからな。
どうなったの？柄悪いんでしたっけ？柄悪いらしいですよ。僕ら二人ともね、あの北九州の小倉っていうところ出身だったんですけど、はい、ああ小倉わかりますよ、はい、それこそ僕もそのパチンコをその行かしてもらった時に、はいはい、そのヤンキーの先輩とかに整理券奪われたりとかしました。はい、めちゃくちゃいい整理券奪われて泣きべそ書いた時もありました。北九州はあの義務教育でパチンコの授業あるんで。ないわ、行きたいな。ないやろ絶対。おどうかな。お、赤になりましたね。赤い。来たな。大きいメラちゃん。メラが来たぞ。メラ行け。来てる？メラちゃん。メラ来てるか。どうでしょうか。お、赤文字ですね。赤文字、はい、これさっきのあのカウントダウンの。カウントダウン、なるほどなるほど。全勝。おっしゃ、いろいろ被ってますね、演出が。あ、そうなんや、うん、いいことですか、これは。いいことです、いいことです。 おっしゃ、これゼロまで行くんじゃないですか、どうなんだろう。行くんじゃないの。え、来い来い来い。おー、1まで来ましたね。やばい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 。いいよいいよいいよ。ボリュームかかりそう。トキですね。トキか。あ、ゼロまで行きました。ということで真剣バトル発展しますね。よし、真剣。メラちゃんバトルやって。オッケー。来い。じゃあ来い。ここで弱い相手が。そうですね。ジャギアミバが出たら、アミバが出たらもう大当たり濃厚なんですけど。弱い相手。お、龍河と神と。龍河と神と。どっちかですね。あ、そうなんや。龍河に行ってほしいだったら。誰や誰や。ああ、また。ああ、リベンジやリベンジ。てめえかよ。さっきボコボコにされたやつ。てめえかよ。さあ、チャンスアップ来るか。さあ。ああ、鎖一個目割れない。よし。ちぎれないですね、鎖が。いった。なかなか硬いですね。くっしょー。真の野郎。お前こんなギャルみたいなやつに負けんな、こんな。やめろやめろ。パッツンギャルみたいなやつに。髪切れ、パッツンギャル。さあ更新化するかどうか、ここで更新化。しゃあ、おお、更新化しました。やばい、やばい、 72%。 でかー、更新化の検証、これは当てたい。すごい筋肉、ムキムキや。うわ、いや、これはメラちゃん。うわ、来ました。入れたいとこですよ。うわうわ、物にしてほしい。ドレミ様。いやいや、関係ない。オーケーオーケーオーケー。あー、かっこいい。かっこいいですね。すげー演出。うわ、すげー演出。さあ、最後。さあ、どうだ。ボタン、ブシ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 。え？うん。やめて。いや強い。やまだ分からない、まだ分からない、まだ分からない、強い。どうなの。はい、メラちゃんシンプルに激アツを外しました。ありゃ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 、シンプルに外しました今。うわー、 72% ですか、はい、72% を外しました今。でもやっぱりパチンコあるあるですから。あるあるなんやこれ。でその等身化する前がねちょっと弱そうだったんで。なるほど、そういうのもある、うん、なるほど。メラちゃん多分今ので焦って今頭パチンコ玉よりピカピカになってる。ピカってきてますね。パチンコがパチンコが出たんや今ので。お、ケンシロウの保留。ケンシロウ、お前さ、メラちゃん、なになになに、止めろ止めろ、もう今。何これ何これ、かなり保留変化しましたね、ドックンドックンから。でこのケンシロウの保留が来たらこれだけで 50% あります、はい、あ、もう 50% 約 50% だけ用意しとこ。ピーナッツ 50% です。あ、激闘って後ろに書いてある。あ、これは来てますよ。いきなり熱い保留に変わりましたね。こんなパンって出ることもあるんですね。ありますね。バトルに行く前に熱いってことですか。そうです、もうこれでもう激アツですよっていう。まあ激アツというか 50% なんで何とも言えないですけど。こいこい、これこい、頼む。これは真剣バトルに行くかどうかのまだ演出中なんですけど、まあ赤保留というかね、ケンシロウの保留が出てるので突破はすると思います。来てくれ。
んだ。お、さらに、あ、変わらないか。今のでプチュンってなったら、なるほど、さらに変わるパターンがあるんで、はあはあはあ、プッシュ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 。来い来い。さあこれでピーナさん真剣バトルですね。真剣バトル、真剣。さあどなたが来るのですか。はい、万華鏡出ます。そうですそうです。あ、もう覚えてきましたね。はい、覚えてきました。はい、あれ、さあオーケー、ラオウかジャギか。これはもうジャギが欲しい。ジャギ、ラオウは一番強いですからね。ジャギラオウ。ただラオウなんですけど、はい、このままだと一番ちょっと強い敵で、はいはいはい、信頼度弱くなっちゃうんですけど、はい、ケンシロウが等身化した場合は、あ、なるほど、わかんないよっていう、ラオウが大チャンスに変わるんですよ。なるほどなるほど。ラオウの場合だけ等身化したい、等身化を願いたいですね。はあれ、ちょっと待って、あれ、なんかちょっと音楽、あ、赤い、文字赤い、赤い、文字赤いよ。これ後ろの音楽が、はい、変わってませんか。ちょっと聞こえないんですけど。あ、こっち、あ、文字が赤ですね。文字赤は最高。よいしょ、避けられます。あー、でも弱い攻撃ですね。更新化もしてない。更新化してないですね。いやでもこれは欲しい、欲しい。あぶねー、なんか一番熱そうなリーチに見えますけど、ねかっこいい。そんで、あ、名場面やん、こんなん。あぶなぁ、うわぁ、なにこれ、激激激激あぶりー、やめてくれ、やったぜ、やめろ。なにこれ、すげえ、ラオウ勝った。めちゃくちゃカラフルや。いやもうあの保留が強か勝ちましたね。シンプルに何もチャンスアップ、まあチャンスアップ赤文字とかもあるんですけど、はいはいはい、赤文字も熱いね。等身化せずにでも、でも熱そうな雰囲気でしたね。確かに。うわ、なるほど、待ってくれ。いやー、最高、よっしゃー、行った行った俺行った行ったの。ほらー、やっぱ行くわ俺、やっぱ行くわって。さあさて、俺やっぱ行くわ。こっからですが、こっから、はい、ピーナッツさん、消化ケースがありまして、3、7で止まれば、はい、バトルモードに行きます。3か7で、これちょっとチャンスアップの方なんですけど、止まってくれれば、これ8を超えて3になってくれれば、はい、バトルモードに突入します。あー、8、残念。これが 50% だったんですけ ど、まだまだ諦めるのは早いですね。こっから3ラウンドプラス、はい、七星チャレンジというのが入ります。右打ちや、右打ち行け、はい、右打ち行ってください。そー、気持ちいい、最高やろ、気持ちいい。脳汁プチュンですよ。ちょっとドーナツ生ビール持ってきて。おい、最高すぎるやろお前。まだや、最高や、ちょっと行ってからや。これもうずっと右のままで、はい、なるほど。とりあえず止めてください。右上に出とるやろ、はい、右打ちて、その間ここで七星チャレンジ、右でずっとやっときます。ここで玉を入れてください。はい、玉を、はい、右打ちしてもらって、色によって機体が変わります。はい、さあ、チャージ中はいっぱいチャージしてください。いっぱいチャージ、いっぱい右に入れろ、いっぱい右でもう入れたらいいから。やめるとき言ってね。やめるとき、さらにまた入れると色が変わるんですよ。その色によって、はい、はいはいはい、黄色、緑、紫、赤と、もうちょっと変わったし、紫、もっと行って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 、あここでボタンプッシュで成功すればバトルモードに突入、ボタンプッシュ、プラス大当たりですね。行きたい、やめてくれ、プッシュ。でもまだ、時短1回プラスダンホール4回ということでチャンスは残ってます。復活する可能性もあります。まだ右打ちはもう終わりですか。はい、もう終わりでいいです。はい、
でドーナツピーナッツさんは、はい、コンビ名の由来っていうのは、はい、ドーナツが好きでピーナッツが好きってわけじゃないですよね、多分。あの僕ら師匠につけていただいて、中田カウス賞っていう弟子、はいはい、なんですけど、それでつけていただきました。いや、ドーナツがミスタードーナツでずっとバイトしてたんですよ。そういうのを話してくださいよ。そうです。まんまじゃないですか、ドーナツ。自分から言わない。なんで今お前隠したん。いや、それがもう一番の由来じゃないですか。そうそうそう。いや、ドーナツ、ミスタードーナツで働いてて、はい、ミスタードーナツの中のなんかドーナツ作りコンテストみたいなあるらしいんですよ。はいはいはい。あれのなんか7位、全国7位になったらしくて、はいはい、もうドーナツやんお前ってなって。なるほど。そうです。しっかりした由来があったのに7位だったから隠したんですかね。多分7位って1位だったらね。バイトしてたからドーナツって一番恥ずいでしょ。いやいや、プードルさんは、はい、犬が好きなわけじゃないんですよね、実は。僕がもともとプードルやったんですよ。人間になったってことですか。はい、嘘です。はい、なんかユーコリンみたいなこと言うと思う、急に。二人とも、あの、はい、犬は怖いです。犬はあんま好きじゃない。なのになんでプードルっていう名前を。なんかあのパピプペポが良かっただけで、はい、すごい分かります。響きが。あ、分かります。私、あのパピプペポって、はい、あの怒って言えない言葉じゃないですか。あ、優しく聞こえる言葉だから。可愛くて優しいイメージがあったんで、そうですね、パピプペポで決めたらもうプードルで。確かにそうですね。なるほど、はい、僕のオカルトというか。 ありますか。いいですね、そういうの。あの本当に大に感謝するっていう。はい、そういう。ありがとう。え、それ当たってなくてもってことですか。当たってない時こそ。はい、なんかちょっと大に遊ばれてる気がする。大に遊ばれてる。いや、お前感謝しろ、大に。ありがとう、大に。大に、そんなその邪念はいらんから。そうやな、ありがとう。今ちょっとごめん、ミスった。その邪念が働いたら、うんうん、今までの感謝がゼロになる。ちょっとそうやね。なんだろ、なんだろ、競争。なるほどな。趣味なんですか。趣味はね、なんでもない。ちょっと待って、いや、ちょっと待ってください。おい、入った。今趣味の話聞いたら、今ほんまや、メラちゃんの方に。メラちゃん来たよ。なるほど。真剣フェスティバル。真剣フェスティバル来た。真剣フェスティバル。急にフェスティバル来ました。これは敵を倒した分だけ真剣バトルができます。バシ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 。これで1個真剣バトル。オッケー。はい、これは注目ですよ。え、マジで文字通りフェスティバルなの。フェスティバル。めちゃくちゃいいやん。めちゃくちゃ熱いやないそれ。おっしゃー。あー、ダメ。あー、でも真剣1個ありますから。なるほど、まだありますね。登れ登れ。で、普通は真剣って1回しかできないんですけど、そうですね、これがストックができるってことです。なるほど、熱い。おー、おっしゃー。え、いやいや、真剣のストックできるんですか。そう、真剣バトルのなんでフェスティバルなんですよ。なるほど、すごいな。というわけで、メラちゃんは2個ですかね。ほう、2個。2回真剣バトルができます。よっしゃー、勝てるよ、頑張ろう。いや、これは注目ですよ。よっしゃ、やばい。これ期待度はあのエクストラですね。エクストラ、あの同じなんですけど、うん、同じ敵が2回連続で出たら大当たりの。あ、そうなんだ。なるほど。あ、サウザー。サウザーは強いんですけど、可能性はあります。いけ、頼む。これちょっと演出が違うんですけど。そうですね、確かに。どうかな。あー、でももう一回残ってるんで。もう一回残ってます。よし、さあ誰だ。あ、シーン。うわ、またこいつや。またこいつやな。でもシーン、そろそろ倒したいな。立ちはだかるな。シーン倒したいな。うわ、強こいつや。シーン強。お願いお願い。あー、うん、強っ。まあ、でもどっちも強いキャラクターだったんですよね。なるほど。でもう一個ね、真剣のストックがあったりとかすれば。そうか、悔しい。うわ、悔しい。いや、でも何気にメラちゃんがいろんないいものを見せてくれているというか。確かに、見たことないものを見せてくれる。はい、ピーナッツさんは大当たりを見せてくれて。確かに、メラちゃんのね、あの、はい、漫才を見させていただいて。あ、ありがとうございます。やっぱり、あの、気に入ってるのが、はい、早口言葉。あー、伝説の。ちょっと1個教えてもらいたいなって。あ、1個ですか。なんか、メラちゃん1個なんか僕の気に入ってるのは、ウクライナ来るくらいなら服くれないどんな。それもう大好きなやつだ、はい、国際電話で何揉めてんねん。なんか来ました僕、はい、あれあれ、なんか来ました。あ、来た。これは時の保留ですね。時の保留。ごめんなさいね、盛り上がっちゃって。いや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 、連勝。これカウントダウンがまたゼロになれば。なるほど、
ウクライナ来るくらいなら、ウクライナ来るくらいなら、あとあれです、はい、満州でなんかシューマイドンマイみたいな、満州でシューマイ回、満州でシューマイ回収されたドンマイ、誰を励ましてんの、はい、誰を励ましてあれでもプードル、最高、はい、プードル勝負ネタっすもんね、あれ勝負ネタ、いやあのね思ってない言葉が出てくるのが、お、1まで行きましたね、ピーナッツさんの、やったー、これで真剣バトルに行きます、しゃ真剣バトルか、真剣バトル、保留が変わってほしいとこですけどね、そうか、変わってほしい、ここまではね、うん、ここまではね、いけるんですけど、ね、ここからが問題、ここからなのよ、よし、まだジャギ見てないですね、ジャギ見てない、おラオウ、これは強い、さっきも買ったやつじゃん、そうですね、ただ闘神バトルに闘神化されればかなり熱いと、うん、そのためにはこの鎖が割れてほしいところですね、おっしゃ、1個割れた、ジャギ鎖割りました、かっこいいな、かっこいいよね、敵やけど、ここあーしない、でもフレネルビジョン、あの揺れましたね、揺れましたね、おお奥義出ました、奥義、これはいけるかもしれない、あたたたたたたやん、あたたたたや、これは大チャンスですよ、強い攻撃、おまたまた、お揺れましたね、フレネルビジョン、これいくんじゃない、おいまた行かれた、やった2回目の行かれた、行かれたよ、やめてくれ、行こう行こう、ちょっとね続けたいよ、ほんで今回はこれね続けたいな、さっき単発で終わったからね、ありがとう、あ、見てました、ありがとう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 、自力でシンが負けるとこ見えるよ、よーし、勝ったぞー、じゃあもういった、おっしゃー。